薩長同盟によって維新開店へのお膳立ては全て整った。あとは幕府の命じる第二次長州征伐を薩摩が拒否し、長州が軍備を整えるのを待つだけである。龍馬は自分の計画が進んでいることに満足感を覚える。しかしまだ完全に肩の荷が下りたわけではない。維新を成し遂げた後、新しい日本をどのように作り上げるのか考えるべきことは多い。一方、薩長両藩の接近を警戒した幕府は、その背後で暗躍する龍馬を捕らえようと躍起になっていた。薩長同盟締結の翌日、伏見奉行林肥後守配下の堀が龍馬の滞在する寺田屋に現れる。これで薩長の同盟もなった。あとは時期が来るのを待つのみじゃ。まさか実現するとは思いませんでした。さすがは坂本さんだ。なーに、わしゃただ手助けしただけぜよ。それにまっこと大変ながはこれからじゃきに。龍馬、大変なことになったよ。どういたかで、お龍さん。風呂に行っちょったがやなかったわかい。それどころじゃないの、幕府の役人が。何？坂本さん、逃げましょう。土佐の坂本龍馬だな。まあそうやけんど、残念ながらおまんらと遊びう暇はないきに。待て。助かったぜよ。命を落とすことも覚悟しましたよ。小柄なところじゃ死ねんぜよ。まだやることはたくさんあるき。これからどうしましょう。役人を殺めてしまった以上、我々は薩摩藩邸にでも駆け込むか。あそこじゃったら大丈夫だよ。そうですね。ほんじゃ行くかい。はい。